この点においても試合経験が未熟な点がまだ合同チームの現状ではありますが、しかし様々な点で試合というものを学んでいってほしいところではあります。パス不成功。合同チームここでクォーターバック1番ハンドフェイから右にロールアウトしパスを投じましたが、パス不成功となっています。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。合同チームサダウンテン。ユキ様、合同チームの応援メッセージありがとうございます。合同チーム最後まで全力を尽くしてほしいところです。ここでスナップ見られました。クォーターバックなんとか抑えようとしましたが、抑えましたのは宝塚東です。ターンオーバー。このスナップミスを宝塚東75番見事に抑えまして攻撃権を奪取しております。ここで負傷者発生のためレフェリータイムアウトが入ります。見事このチャンスをものにしましたのは宝塚東高等学校75番の三坂、佐倉中学校出身の2回生です。試合再開です。宝塚東相手陣28ヤードからファーストダウン10。フラワー、フラワー38。フラワー38。フラワー38。入った入った入った。さあ宝塚東中央へのランプレーを展開しました。カメラ触れましたが、何枠99番見事なセカンドエフォートで攻撃権更新を果たしています。宝塚東ファースター。素晴らしいランを重ねております。宝塚東99番は増田、宝塚第一中学校出身の3回生。宝塚東ファーストダウン10。ボールオンは相手陣14ヤード。パス成功。クォーターバック8番、ここで中央に切れ込んだワイドレシーバーにパスを投じまして、タックル受けながらレシーバー9番見事にキャッチし大きく前進、攻撃権更新としています。宝塚東ファースター。競り合いながら見事キャッチしましたのは宝塚東のワイドレシーバー9番のジョジョーネ、光が丘中学校出身の1回生。宝塚東ファーストアンドゴール、残り2ヤード。
タッチダウン。この2ヤードを宝塚東ランニングバック12番の突進でタッチダウンとしました。ハンドオフを受けた12番、右左オープンを独走しまして、そのままエンドゾーン入ってタッチダウン。宝塚東6点追加となりました。宝塚東トライ4ポイント。キック成功、1点追加。宝塚東高等学校42点、3校合同チーム0点となりました。見事タッチダウンを上げましたのは宝塚東の12番の百瀬。光が丘中学校出身の1回生、こちらも1回生が活躍しております。ここでローカルルールが適用されます。得点差が40点超えましたので、ここからランタイム、時計は回りっぱなしの状況になります。さあ合同チームリターンに入った。さあ4番快速を飛ばそうとし、快速を飛ばそうとしましたが、しかし今度は宝塚東がカバーしておりまして、自陣20ヤード付近の位置となります。この位置からの合同チームの攻撃になります。合同チーム自陣24ヤードからのファーストダウン10。クォーターバック12番、ハンドオフからスナップを受けて右オープンを展開し、パスターゲットを下がろうとしましたが、しかし結果的にはロスしております。ここで負傷者が発生した模様です。負傷者発生によるレフリータイムアウトが取られます。宝塚東もこの第4クォーターに入りまして、その疲れが足に出ているようです。どこ、場所はゴードチーム、セカンドダウン18。ここで98番のランプレーを投入しましたが、しかしディフェンス殺到しまして約2ヤードロス。合同チームサーダウン20。
さあここでプレーが潰された模様ですが、攻守交代です。ターンオーバー。ボードチームここでプレーを展開しようとしましたが、スナップにトラブルがありました。これをすかさず宝塚東高等学校を抑えまして攻守交代です。ターンオーバー。現在負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。試合再開となります。宝塚東、相手陣11ヤードからファーストアウト。タッチダウン。ここでランニング枠12番にハンドオフしまして、左オープンをつかせました。12番左オープン独走しまして、そのままエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。宝塚東6点追加です。このキックは失敗、6点止まり。宝塚東高等学校48点、3校合同チーム0点。さあ試合後もまもなく終了の時を迎えようとしています。ランタイムに変わっておりますので、まもなく残り2分を切ろうとしております。その中で宝塚東高等学校のキックオフで試合再開となります。さあ合同チームは一矢報いることができるでしょうか。またゴロくるよ、ゴロくるよ、しっかりキャッチしてね、ゴロくるよ。さあリターンに入ります。ゴールしろ、ゴールしろ、ゴールでいい、オッケー、ゴールだけ持っとけ、ゴール離すな。合同チームリターナー22番タックルを受けながら、しかし粘り越しでハーフウェイ付近で攻撃権を確保しました。素晴らしい粘りをあるリターンを見せましたのは合同チーム22番六甲学院松尾、六甲学院中学校の1回生です。出身の1回生です。さあ残り時間50秒を切りました。合同チームギリン38ヤードからファーストアンテン。もっと上がれ、
ターンオーバー。ここでクォーターバック1番パスを投じようとしましたが、スナップ受けると同時に宝塚東ディフェンスライン陣佐藤 QB を吸収しまして、一気にボールダッシュする形になりました。ここで負傷者発生しているためレフリータイムアウトが入り、レフリータイムアウトが入ります。しかし攻撃権変わりまして宝塚東の攻撃に変わります。宝塚東、相手陣20ヤードからファーストアウト。中央へなんて、キャリア18番、約8ヤードゲインしまして攻撃前進させて、この時点で時計の残り時間がなくなりました。試合終了となりまして、県立宝塚東高等学校48点、3校合同チーム0点で宝塚東高等学校の勝利となりました。両チーム最後まで素晴らしい戦いを見せてくれました。本日は大戦ありがとうございました。ありがとうございました。宝塚東の1年生が多い中、その一日の長をこの試合で見せました。素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。合同チーム急増のチームながら、よくこの試合を戦い抜きました。ナイスファイトでした。初めての試合だったという選手も多かったと思います。この中でボールを持った選手は果敢に突進していく勇気、そしてそれぞれに与えられた役割アサイメント、そのどれかが欠けてしまうとこのような結果になることを十分に体験した試合だったと思います。この中で自分たちがチームとして成していくために何が必要かを学んでいってください。ナイスファイトでした。秋空漂う中、夕暮れに差し掛かろうとしておりますが、両チームの素晴らしい熱気あふれる一戦、素晴らしい一日となりました。この中に未来のヒーローが生まれることを期待したいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みる強豪たちに挑み倒していく、
そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校、中学、小学、さまざまな階層で名を轟かしたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、この世界を紡いでいく歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑む機会を得られなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の一戦は兵庫県アメリカンフットボール協会の許可を得まして、そして私のマナ弟子月曜からアメフトのパーニーからの依頼によりまして実施いたしました。その配信を本日受けたまわりましたのは私、道楽槍者です。また機会ございましたら配信させていただきますのでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。これが初めてから